そうだね、まあ、前半からプレスかけてたら後半バテちゃうのでは。うん、まあ、まあそもそも後半のこと考えて試合に入ってる人いないんで、90分やろうとして入ってないっす、ちなみに俺は。だからうわこのプレス1本いったら後半足つるなとか、うわバテるなとか思ったことないっすね。それそのためのサブの選手だし、サブにもいい選手たくさんいるんで、そんな自分が90分出ようとか思ってないっすよ、そもそも。多分みんなそうだと思います。まあみんな結構あるね、この前プレってかなり体力消耗するっていうのはね。逆に考えてみてほしいけど、前プレ行かなくて引くのか引かないのかも分かんない、でもプレッシャーをかけ続けないといけないんだよ。フリーにしたらいいボール蹴られるから、ってなると前プレかけなくても、前プレかけなきゃいけない選手にはプレス行くんだよ。でその選手にリトリートするから、別にそこまで 100% で行かないで、例えば 70% で行ったとしても、後ろに行かれてプレスバックしたら、その 70% が前プレ行った時と同じになるんだよ。でも相手は前進してる、 100% で行ったらもしかしたら取れるかもしれない。そう考えると俺は前から行った方が楽だね。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いしますっていう感じで今日は終わりたいと思います。皆さん今日も見ていただいてありがとうございます。またお疲れ様でした。バイバイ。疲れです。